れてからずっと一人暮らしですか。苦労してたんだね。ああ、それで。そうよ、悪かったわね。そりゃウリュウ君と居づらかったのもあるけど、実際はバイトだったりセールだったりよ。今日だって夕方に目玉商品を押さえておいて、それから値引き品狙いですぐ出直してきたのよ。アイリー、水臭い。なんで言ってくれないの？言えるわけないでしょ。その声はいつか私を呼ぶ。約束の響き、目覚めた朝に新しい風を連れて、そっと香るの見つめたら真実になってしまう。言えるわけない。弱み見せたくないもの。そうしたら私由来じゃ変わっちゃう。一人暮らしは私のわがままで始めたこと。カツカツの生活も覚悟の上のことよ。でも友情のみんなから見れば、私は学園長の娘の瀬名愛理。それを裏切るなんてできないわよ。足元は揺るがせたくない。弱みなんか見せられない。変わらずに私は私でいなくちゃいけない。私は瀬名愛理なんだから。何がおかしいのよ。どうせ正体はこんな。嬉しくて。何よそれ。だって俺は瀬名さんに裏切られたなんて思わないから。え、私も。はい、そうね。何よ。アパート？うん。もう知らないんだからね。その本当に狭いしボロいし、覚悟しておいてよ。結構広く見えるね。整理が行き届いてらっしゃいます。アンジュの腕の振るいどころがないですね。物がないだけよ。いいのかな、女の子の部屋に俺がお邪魔しちゃっても。ここまで来て帰れっていうわけにもいかないでしょ。でも余計なことしたら叩き出すからね。
それじゃあお邪魔します。狭くてごめんね。平気。そもそもアイリさんのお宅でお食事をしましょうって言い出したのはアンジェでございますし。まったく、いきなりよね。って、なんでみんな揃って狭い中で。アンジェはメイドとして当然でございます。下ごしらえは任せて。今度は私が。何か手伝いでも。狭いのよ。でもなんかちょっと楽しゅうございませんか。うん、そうね。いただきます。おいしい。それは佐久間さんの大根をアンジェが煮たものでございます。おかかかけようね。ますますおいしいです。アイリの家に来てよかった。佐久間。その通りでございますね。え、一つくれぐれもお願いしたいことがあるんだけど。学園ではこのことは黙ってて。当然。うん、承知いたしました。了解。ありがとう。一緒に食べてもいいかしら。アイリー。ん？アイリー、こっち。あ、お？サナ、秘密は守ってね。え？うん。ムクナシ君も余計なこと言わない人よね。お、うん。全部キャベツ。これがセナさんの？アイリのお弁当なの？キャベツはいいのよ。食物繊維豊富だし、いろんな食べ方もできるしね。ひょっとして今までずっと。そうよ。それで今までずっとお一人で召し上がってらしたんですね。ひよこ豆の煮物を進呈。じゃあ一口カツオ。唐揚げをどうぞ。こんな豪華なお弁当はいつ以来のことかしらね。ありがとう。いただきます。よかったらこれからも一緒に食べようよ。そうね。じゃあ俺生徒会行くわ。じゃあな。ああ。お忙しそうですね。生徒会の掛け持ちだもんな。あの、ウリュウ君。ん？あ、俺たちも何か仕事あったっけ？ううん。しばらくは特にないみたい。でね、あの、私があんたの勉強を見るっていう。え？お、本当に見てくれるの？こないだ仕事と交換に勉強を教えてって一応約束はした。一応じゃないわ。私はっきりと約束したわ。テスト前はバイトも入れてないからちょうどいいし。いいの？もちろん。それじゃあありがとう。お世話になります。早速今日からでいいわよね。テストまで1週間だし。ああ、一週間か。うげげでございます。場所は私の家でどう？え？
瀬名さんの部屋で俺と。そうよ。違う、二人っきりじゃないわよ。そう、サクド。サクドも一緒に教えるから。いいでしょ、サクド。うん、こっちこそ助かる。アイリー、ここは？それはね、こっちの方程式をさっきの数式に適用して。何よ、この方がリラックスできるのよ。ああ、いや。アイリー、似合う。え、そう？お似合いでございますよ。って、なんでみんなまで来てるのよ。実習でケーキ作ったからお裾分け。ミュ先輩にくっついてきたらなんとなく。少しでもアイリーさんのお世話ができたらと思ったのですが。もう、なんなのよ。みんなで勉強すれば、もっと楽しい。今度はパネちゃんも連れてこようか。それは勘弁してください。違うクラスになったみたいだ。アイリさんの影響ですね。そんなわけないわよ。空気はだいぶ良くなってきたのかな。ちょっと、天葉先輩がバイトしてるとは思いませんでした。そうなの？ヌコ部って正式な部活動に認められてないから運営費は出てないんだ。部室を使うのだけは黙認してもらってるんだけどね。あ、でも誤解しないでね。私がウリュウ君を誘ったのはそういうつもりじゃないから。じゃあどうして？それは。それ以上ミュ先輩に近づくんじゃねえ。乾さん、やっぱり男なんかに優しくしたのが間違いだったわ。さっさと消えろクズ虫。ミュ先輩から離れろ。ついに化けの皮が剥がれたわね。化けの皮。実はさっちゃんさんは極度の男嫌いでして。なんでか仮統合からは猫かぶってたんだけど。終わった。なんとか間に合ったかしら。ありがとう、セナさん。お互い様でしょ。こちらこそ、ありがとう。何？どうしたの？少し待ってて。え？お誕生日おめでとう。なんで私の誕生日のこと。私あんたの幼馴染なんだけど。私も知ってた。でもそんなお祝いなんかしてもらうなんて。私母さんと暮らしてた時だって
お祝いしたことないもの。だから私、セナさん、俺たちが君の誕生日を祝いたいんだ。それでもダメかな。ダメじゃないわ。おめでとう。ありがとう。そして数日後、中間テストが終了した。乾杯！やっと終わりましたね。肝心の手応えはどうだったの？おかげさまで、思ってたよりは良かったんじゃないかな。確かに今回はリラックスしてできました。それはあるわね。いつもはみんなもっとピリピリしてるし。鏡台のみんなが来たからなのかもね。つまり鏡台の生徒は緊張感がない。いやいや、緊張感がないのはウリュウ君だけよ。おかげでこっちまで緩んじゃった。言いますね。打ち上げなんて初めてだわ。いろんなことが変わってきてる。それは多分あいつが来てからで、みんなも、そして私も。そんなのごめんだわ。よかった。あ、まだ残っててくれて。帰ったんじゃなかったの？お礼を言い忘れてたんだ。テスト勉強を見てくれてありがとう。それだけを言いにわざわざ？うん。改めて二人で打ち上げしない？事の発端は俺たち二人だったんだし。本当、あんたって気を回しすぎよ。それでね、こいつはなんて主体性のないやつだろうって思ったわけよ。そうやってすぐに笑うのね。そうしてれば角が立たないと思ったら大間違いなんだから。なんかすごく懐かしく感じるな。そうね、ずいぶんいろんなことがあった気がするわ。うん、ほんと、いろいろバレちゃったのよね。ああ、誰にも言ってないから。ずるいわ。え？私、自分の生活の実情が弱みになると思ってた。だけどウリュウ君は、みんなも、私のそれを弱みって取らなかった。それがずるいわ。ずるいんだ。だってそれがありがたかったから。だからずるいわ。
弱みは誰にでもあるよ。もちろん俺にも。だってウリュウ君はいつも人に気を回して場の雰囲気に気を使ってて、それが俺の弱みだと思うんだ。俺がそうしてるのは自分のため。空気が悪くなるのが嫌で嫌でたまらなくて。ウリュウ君、疲れてなければいいけど。だからいつもこう笑っていれば角が立たないから、それが俺の弱みなんだ。だからお互い様なんだと思う。ありがとう、ウリュウ。ウリュウ、うん、セナ。気をつけて。バイバイ、セナ。バイバイ、ウリュウ。次回、あなた色のメイドです。